子羊ファイブラッカーコーツインスピンアップマイクカン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 。さあやってまいりましょうか。今回もね、カウツアーやっていきますよ。ということで、いきなり怪しいおじさんが出てきて、皆さんゲストになっそりしてると思うんですけどもね、あ、男の子となったらものはナイトルって、それはポケモンやかなということかもしれませんが、はい、おじさんやってみましょうか。ということで、前回まではね、朝昼と、観光ツアーやってたんですけれども、今回はですね、夜の観光ツアーを行ってまいりたいと思います。はい、前回ですね、オオサンショウウオのお刺身っていうのを皆さんと食べようかなということだったんですけども、私は毒見焼きで食べてみたところで、ね、速攻で腹痛に見舞われてしまいましたんで、皆さん食べないでということでね、私ですね、倒れに倒れ続けてね、はい、もう知らない間にね、水が浸食してきてしまってますんで、早くここからなんとか脱出しないと沈んでってしまうよ、私もオオサンショウウオになっちゃうよということですんで、はい、中に入っていこうと思います。あの小屋に向かってバンバンバン、どんどん行こうをズンズズンということでございます。はい、さあやってまいりましょうか。で、とあるですね、コメント、気になったね、コメントというかですね、まあ、言葉をいただいたんですけれども、あれ、ちょっと待ってくださいよ、ブルーホースさんって、あなたのそのテンションと喋り方ってなんだかさ、小島店員さんに似てませんかということをいただいたんですけれど、確かに私ですね、小島店員さんの本当に実況してみたのですね、バイオハザード5の、ね、作品がすごく大好きなんでございます。で、それをもう何度見たかっていうことくらいね、クリスの顔面ヘッドショーが、なんて優しい人なんだっていうセリフがすごく大好きなんでございますけれどもね、実際に、残念ながらですね、言われるまではですね、私、あ、そういえば、小島店員さんの実況ってそういえばこんな風だったなということで、全然気づいてなかったんですね。つまり意識はしてなかったです。ただし、あまりにもね、小島店員さんの実況をね、今これまでね、何回も見続けてきてしまったがゆえでですね、あれ、もしかしたら小島店員さんのやり方っていう、やり方とか喋り方っていうのが、なんか無意識にもう体の中を侵食し尽くしてるんじゃないかって、そんな気はしなくもなくもなくもないっていう感じでございますね。はい。なので、私ですね、とりあえずじゃあ、小島店員さんと何か差別化を図れるかっていうと、テンションは同じっていう、テンションはむしろね、小島店員さんの方が明らかに高いよっていうことかもしれないので、とにかくね、早口っていうところだけは負けないように頑張りたいかなというふうに思います。はい。で、これはですね、数々のですね、多くの海賊王になろうとした人のね、慣れの果てでございますね。で、竜骨って知ってるかって、竜骨ってのは船をね、支える屋台骨みたいなものなんで、それが、そいつが壊れちまったらね、もうね、どんなね、釘をしたろうかね、修理をしようが、もう船はね、走ることはできないんだ、やっはーということでね、ヤソップさんがね、それは、ウソップのお父さん。うん。ということで、ここからですね、ちょっとね、観光ツアーもね、色が変わっていってね、なんか急にですね、なんか、怖いおじさんたちがね、たくさんね、うわ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 出てくることになりますので、とりあえずね、こっちからね、今から向かうから待っててよーということでね、景気よくバーン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 やっていきましょうという。で、イエスだ、イエスだって、イニエスだ、イニエスだって、確かにイエスだもスペイン人やがなっていうことなんですけれども、彼今何してるんでしたっけね。僕あまりさ、残念ながらサッカーには興味がないんでね、神戸ビュルッセルだっけ、なんとかかんとかに、なんかいたような気もしなくもなくもないんですけれども、そこから先にね、一体彼がどうなったかっていうことは残念ながら僕もね、存じ上げないんですよね。はい。ということでね、早速なんですけれども、観光ツアーやっていくにあたってね、はい、ここでね、ちょっとまあ陰気な方に関しては、陰気っていうか、僕みたいにネクラな方に関してはね、ここでね、怖いよ、怖いよって言ってね、血怖いよ、骨怖いよってやりながらね、前の方に進んでいくとですね、はい、皆さんね、これからね、キーワードとして、ね、発狂という言葉を覚えておいてください。人間ね、発狂してしまうとね、頭から寄生生物を発、ね、生み出してしまうということがありますんで、はい、そんな彼にですね、こっちから願い下げでプレゼント for you ということをやっておきましょう。で、もう一体ですね、アガラエストって言ってね、こっち向かってくるやつがいますんで、こいつに関してもね、まずは帽子を、人と会うときは帽子を取るのが礼儀だろうが、っていう、そういうことも知らないようでしたので、こちらが礼儀を教えてあげましたということでございます。で、こちらにですね、特に宝物はありませんので、なぜかね、手こきボードが目の前にあるということで、手こきじゃない、手こぎですね、手こきボードですね。もっとどういうことなんでしょうね、どういうことなんでしょう、なぜここにね、血があるのかね、そんなに大量出血になることまでに、ね、激しいプレイをここで繰り広げられたのかっていうところなんでございますね。はい。で、この階段をゴン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 進んでいくとですね、なんだかさっきまで大きなお魚さんがいたところであれが広がっているということなんですけど、まあ、残念ながらね、ここにはですね、まあ例のお刺身ちゃんはいないので、ね、で、あともう一個不思議なんですが、あれ、あんなのあったっけっていうね、はい、あれですね、私がね、食中毒で倒れてね、皆さんがね、じゃあ、やつ、お前が寝てるんだったら、俺、今のうちにどっか行ってく、俺たちどっか行くよっていうね、皆さんが自由時間を過ごしていただいている間にサルベージしておきました。はい、サルベージっていうのはね、海底とかね、海とかね、水に住んでるものをね、特に船とかそういうものを主に言うんですけれども、それをね、上にボーンと持っていくという、そういうですね、仕事でございます。はい、非常に重かったです。そのおかげでですね、腹痛が全然収まらなかったということで、湖かというね、真ん中に、ね、いるね、ラゴちゃんですね、ラゴちゃんがもう今からね、いなくなったということで、はい、ということで、ね、今回の観光ツアーに関してはですね、長くなる可能性がありますと。で、なぜかというとですね、はい、まあ、見ていただいてお分かりの通りですね、非常に大きな、池があるんですね。で、非常に大きな池をですね、皆さんと今からね、シコシコとやっていこうというふうに思うんですけれども、はい、よりも珍しい金玉を探してくれということでね、金玉は男だったら誰でも2つ持っているよということでございますね。はい、
まあ、あの世の中にはですね、あの残念ながらそれを失ってしまう方々というのもいますし、あの私 の, あの父親もなんかあの それに近いような状況になったりしていますので、あまりですね、あのそういう細かいことはいらんと思います。大きいお魚ゲッチューで、これ彼でかすぎるよね。これ本当にランカーバスだったっけな。ランカーバスでしたね。ほらランカーバス非常に大きいですよね。体長45センチ以上ということでございます。45センチ以上だったら残念ながら動物の森ではですね、あの優勝金メダルを取ることはできないということになりますね。実は大した大きさじゃなかったということに今更ながら気づいたという次第でございます。はい、ということでですね、まずはあのせっかくですね、サルベージしたですね、こちらの船から、中をサカサカサカシコシコと探していくことにしましょう。まずはオープンセサミしていくとですね、でこちらで、あ、やった、アレクサンドライト手に入れたからこれで終わりだということでね、もしね、まだね、この裏に隠されているね、実態を知らないという方はね、ご注意ください。私一周目でやらかしてしまいました。宝があったから終わりだと思ったらね、実はね、ここにですね、レッドナインが眠っていない。そしてですね、金塊大ということでございます。はい、で1周目に関してまだあのレッドナインを拾ったことがなければ、あちらでですね、あの金塊大ではなくてレッドナインを拾うことができますので、そこはですね、あの間違いなきようお願いできればというふうに思います。ということで、ピピ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 ピ進みます。でこちらに進んでまいりましょう。でこちらをですね、あのタルをバーンとかわせるとですね、あのテルリル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 ピッ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 って言ってね、あの赤コーラが手に入るような仕様になっておりますので、はい、必ずお取り忘れないようにお願いいたします。でこちらですね、養鶏場になっております。養鶏場でですね、たくさんのね、あのニワトリたちがね、あの卵を産んでね、さあ坊やたち、あの大きく育つんだよっていうことでね、あのたくさんのねニワトリたちがね、こうやって卵を産んでくるんですが、それを根こそぎパクっていくという、ね、最低のツアーガイドでございます。はい、彼もですね、ああ卵を産んでくださいありがとうございます。はい、しっかりと私もらっててね、あのあなたたちがね、しっかりと産んでくれた卵を私がね、あのもらっておこう、もらっておきますんでね。はい、でこちらのどこかにですね、確か宝物はないようですので、こちらに、こんなところに用はねえよって、だって鶏に襲われるんだものっていうことでございますんで、はい、まずはあの卵をしっかりと食べておきましょう。はい、美味しかったでございます。こいつ、この子たちが産んだ卵を目の前で食べるという鬼畜の所業をしながらですね、次のパートに進む、次のパートには進まない、はい、次に進んでまいりたいというふうに思います。はい、でこちらのお城はですね、後ほどまたあの観光するっていうことは前回もお伝えをしておりますんで、あ、今のところですね、スルーさせていただこうというふうに思います。と言いながら、お城の痛いお城の地下をですね、こうやってブーッと進んでいくということなんですけれども、はい、ここから謎解きなんですね。でこちらの謎解きに関してなんですけど、私実は答えを知っているんですけれども、まだねこれを見たことないよという方がもしいらっしゃればね、どういうふうにね謎解きをしていったらいいのかということで、今からね皆さんに解き明かしていきたいと思います。でまずここ何が謎解きなのかっていうとですね、こちらにですね、はい、8枚のパネルがございます。8枚じゃなかったね、8枚のパネルございますね。8枚のパネルの正解をね3枚あるんですけど、その3枚押さない限り次に進むことができませんぜっていうことですね。おっと、ここにあれですね、マザーミランダの羽根が硬い一部がありますね。硬い一部、マザーミランダの一部がありますね。はい、でこちらですね、弓矢っぽいやつとですね、であの黄色になっている弓矢っぽいやつとか、そういうのをいろいろと見ていく中で、あ、それを押さなきゃいけないんだねっていうことが明らかになって分かっていくということでございます。はい、でこれで波線3本ですね。はい、ちなみにですね、波平は1本で、波平のお兄さんは2本でございます。はい、でこれね、このまま見たらね、あ、弓矢なのかと思ったらですね、実はここにですね、あのよく分かんないね、あの6をね、書くのミスりすぎて長くピョーンって伸びちゃったってやつともに組み合わせになっているというものを一緒にやっていく必要があるということでございますね。でラスト1発に関してはですね、こちらですね、こちらでですね、双子そして、1つということで、三つ子ちゃんですね、三つ子ちゃんが出来上がっている状態になっているということでございます。でそれを見つけることによって、こちらの積んどこにタタ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 タって始末することができますので、まずは皆さんと共にピョーンと降りましょうと。はい、ということで今の3つが分かりましたんで、まずはですね、はい、はい、三つ子の魂100までと、でそれからですね、6を伸ばしすぎたビヨーンっていうものとですね、はい、で最後にですね、あの双子ちゃんと、いちごちゃんですね。はい、いちごちゃんってなんか可愛いな。はい、で、これで、夏解きをすることができましたので、こちらをバポンと開けていきましょう。そうするとですね、冒涜者の首ということですね、開けていくと、うわー、中から食べ損ねたナポリタンの残りのケチャップが出てきちゃうということなんでね、あの初めて見た方ね、あのうえってならないだけ気をつけください。でこちらオープンセサミしていくとですね、あの六角形のピースって、あれ六角形のピースってなんか見たことあるぞということ、そうなんです、 A が見つかっているんですね。はい、じゃあ B はどこなのかっていうとね、はい、A をすっ飛ばして、 あの C までやっちゃったんでね、あの相手方のね、パパがね、激おこプンプン丸ってこと、貴様、A の後はいきなり入れやがってって言って、まだ濡れてないのにって、なぜか娘よりもあのパパが切れてくるという、そういうね、鬼畜の所業が起こっているという事態でございます。はい、ということで、ブー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 
で続いてですね、次の謎解きのところ行こうかなというふうに思うんですけれども、ちょっと寄り道してもよろしいでしょうか。はい。こっちじゃないな。あ、どこだっけ。寄り道したいんだけど、寄り道する場所を見失っているというところですね。まあ、見失っているからこその寄り道と言えるかもしれないですよ。ビュンブンブンブン。はい。こちらでございますね。はい。なんだか、潮好きに魚、されて魚がぷか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 浮いているんですけれども、はい。こちらって何かというとですね、皆さんもご存知の通りですね。はい。あ、私が、最初にですね、訪れた村のところのね、ダイナマイトボーマーがたくさんいるところでございます。はい。こっちの方におじさん登場しないのね。眠いことエピソンは、カラー印刷、そんなの常識。そう、上がれのーって言ってらっしゃるんでね。あ、インディ・ジョーズがいますね、インディ・ジョーズ。はい。彼はきっとインディーだった。あー、ムニムニしてらっしゃるんで、はい、ちょっとおやすみなさい。タイムカードをしておきまーす。で、こちらの裏にですね、ある宝物をね、取るのを忘れないようにしておいてください。で、彼もですね、夜になると、実はですね、さっき頭の上から中にニョキ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 生えてきてさ、これが私の言うところの角ですよーって言ってね、はい、息子ですよーって言ってね、バーってね、頭から間違えて生やしちゃってる人たちがたくさんムニュ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 いたかと思うんですけれども、実はですね、彼らですね、よいしょ。彼らのですね、息子とかっていうのはね、実はですね、ほい、金塊。ほい、ドン。ほい。あれ、ここは誰もいなかったっけか。違う、こんなのは。なんかいたような、いなかったような、いなかったような、いたような。あ、いないんですね。はい。まあ、ちょっと夜真っ暗なんでね、怖いから、とりあえず明かりの、明かりというか、懐中電灯の代わりに私、このライトをね、ドアも広げていこうかなと思ってたんですけど、特になんかやることはなかったですね。はい。で、赤石の、指輪と、で、なんか落ちてますね。はい。で、娘が男女を産んですぐ死んで、あれからちょうどさね、この子はすぐ、そのうちに彼に、これはね、見たことがありますんで、はい。狼は確かに打ち抜いたのに、それでもね、なんか動き出すんですよって、それはね、頭がね、うにゅうにゅうしてるんじゃなくてね、実はね、中にいるね、寄生虫がね、うにゅうにゅうしてるんでございますよ。はい。で、ピッ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 ってことで、はい、ここでね、ここで拾うべき宝物っていうのは全部拾うことができましたんで、で、残りここに1個ありますね、エクスパンションドレス。それはね、また別の鍵を開けてね、入っていくところになりますんで、そこを必ずお忘れなきを入ってくる、取りに行くをお忘れなきをお願いいたします、ということでございます。はい。で、オープンセサミすると誰かいるかと思ったけど、誰もいないね、ということなので、まあ、無視して、こっちの方をペラペラ歩いていきましょう。はい。で、ここオープンセサミン、そう、ここなんですね。実はここオープンセサミンすると、中に入っていくと、宝物が待っているということでございます。で、ここで一斗缶がたくさんペロ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 あるんですけれども、おっと、これは何だったっけ？はい、これをパーンと開けて、巨大魚ですね。ランカーバスは、もう、持っておりますんでね、彼を売ればもう私の任務は完了ということでございます。で、なんかカシャンカシャン言ってるんですけど、さあ皆さんここグロ注意でございます。はい、SM プレイヤーが激しすぎたがゆえにね、こういうことが起こってしまいましたというですね。お顔を見ると、ああ、なんとも前世は美人だったということでね。はい、おそらく綺麗な女の子だっただろうなと思われる方がですね、ちょっとね、あまりにも激しいプレイをされすぎたがゆえに、ちょっと行っちゃってるということなんですね。うん。では立ち上がって、くるっと振り返ると、誰もいないということなんですね。で、こちらでですね、はい、ガンパウダーを拾うことができますので、登っていきましょう。で、皆さん、冒頭ムービー覚えてらっしゃいますかね。冒頭ムービーを見るとですね、あれ、女の子がまた恐ろしい SM プレイしてるよね、と思って、斧をね、振りかざしてね、バションってね、あれ、振り切られて、首切られてんじゃなかった。首、でも切られてるんじゃなかったっけっていうようなですね、シーンがあったかと見受けられるんですけれども、これね、後ほど見たらわかるんですけれども、あれおかしくねって首切られてないよねって、あ、じゃあおちちっていうのは一体どっから流れたんだ、ちっちかちっちかって言ってね、で、チラッとね、お胸を覗こうかなと思うんですけど、どうやら谷間らしきものが見受けられたね、見受けられたね、ちょっと白い筋がスッと入ってるね、はい。まぶたでも切り取られたんかっていうくらいね、お目目がパックリと開いておりますが、あれここら辺に確か、ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってね。ここら辺に確か、あれどこだったっけ、どこだったっけ、育ちならちゃう。あれ違うね。こっちの方だ、こっちの方だ。ここの方に進んでいくと確かどっかで、あれなかったっけか、ここら辺の宝物を手に入れることができなかったら、私の今回のミッションの一つをクリアすることができないものになってしまうかな。あ、通り過ぎていっちゃってました。通り過ぎて。あれ誰が打ち上げ花火は、ちょっと待って、おかしい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 。たま。こっち向いて。こっち向いて。もうちょっとこっち向いて。ここだね。ここを前進していくと、あれ、この下だったっけか？ふっと上を向いて、あれを、木を打つと、
通り過ぎてっちゃうね。あれこの上か真上にあるか、違うね。こっちだね。あれこの辺に、お前、落ちたサブローだな。そんなこと言ってるじゃない。そんなこと言ってる場合じゃない。そんなこと言ってる場合じゃなくって、あれ宝物、こっちじゃなさそうですね。じゃあ一旦降りてみましょうか。あれ、ここじゃなかったっていうか、宝物。私もですね、ツアーガイドをやっておきながらですね、まだ歴が浅いがゆえにですね、まだまだ全然皆さんにですね、偉そうにツアーガイドできるような身分では、ご身分ではないでございますね。はい。で、こちら、あ、ここら辺になんかありますね。ここら辺の上をちらっと、あれ、これ、整理しました。中にありましたね。失礼しました。失礼しました。はい。失礼しました。まとも見えないくらいに、カミカミになっているんでね。はい。そういうこともご愛嬌ということでございますので、ここ戻っていこうとすると、はい、そうなんですね。あれ、首を切ったはずの狼ちゃんがなんか、発狂してるなーってことなのでね、私ね、ワンワン王、このワンワン王に、ワンちゃんは大好きなんですけども、このワンワン王に関してはね、非常に苦手なんでございます。っていうことなんで、はい、どうも、あー、カラ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 。おい。でですね、私が気になっているのはですね、一周目のね、プレイをしたときにね、こちらの方に戻っていったときに、果たして戻ることができるのかっていうことでね、戻ることによって誰かがいるのかっていうことをね、ちょっと確かめてみたいなというふうに思ってましたんで、皆様ですね、こちらのね、恐ろしい旅にお付き合いいただけたら幸いでございます。で、こっちの方戻っていくと、おーっと、ここまで土砂崩れが起こっているんですね、さすが雨が降ったことによって起こり得てしまうことということですね。はい、ということで、残念ながらこちらは戻ることができませんので、残念ながらシコシコする時間になってまいりました。はい。夜も夜長、秋も夜長、真夏でございますが、はい。真夏ではないか。真夏に差し掛かっている時期でございますが、残念ながらこちら戻ることができないということでしたので、はい。なぜかね、雨が降りしきって、ね、月夜も全然照らされていないという状況にもかかわらずですね、懐中電灯をつけるのをやめて、走ることができるというレオンのね、ものすごい、動体視力のいいこと、なんのこと。動体視力と明るさは関係なかった。で、それをですね、後ろパッと振り返るとですね、はい、なんと、彼ね、こんな暗い夜の中にもかかわらずね、サングラスをかけてるんですね。サングラスをかけてもね、こんな風にね、関係なくね、走ることができるというのはね、もう恐ろしく視力がいいと、魔災族並みに視力がいいんじゃないかなというふうに思われるんですが、まあ、とりあえずですね、ここにね、ブラックバスがね、ポーンと落ちているので、ブラックバスを拾ってまいりましょう。で、こちらの方、ツン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 と進んでいくとですね、数々のね、海底ね、人魚の世界に行こうと思ってね、朽ち果てて、夢破れていった海賊船たちがね、ぷか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 浮いているんでね、ナムアブダブツって言いながら、こちらに戻ってまいりましょう。はい。私はね、そんなね、冒険を犯してまで行きたいというふうに思いますので、せいぜい虫退治くらいで済ませておきたいなというふうに思います。カジキリョウタではなくて、インセクター歯がレベルで終わらせておきたいなというふうに思いますので、はい。ということで、こちらですね。あおっと、前々回パートですね。前々回パートのところでですね、皆さんとに、この宝物後で取りに行きますねって言ってね、その後ね、なかなか取りに来なくてね、皆さんのことをじらし続けてね、じらし感度のいいところをスルッと触るというね、女性なら一度も体験したことではあるのではないかなというようなことをね、やっているんですけど、こういうセクハラ発言に関しては私は遠慮なくね、赤バンされない限りバンバンやっていこうというふうに思いますんでね、皆さんぜひね、良くないよ、そういうことやったら。でもね、有名なね、某ね、400何十万人とかね、500何十万人とか、あれ開かないすごい硬い板、でも蹴りよりは弱い、うん。出ることになりますね。はい。で、何百万人もね、いるようなね、人たちがね、チンチン、セックス、金玉とかってね、いろいろとね、卑猥な言葉を連呼している動画があるんですけれども、それらがね、なかなか赤バンされてないということは、私のこの程度の発言だったら、なんとか YouTube さんの運営には許していただけてるんじゃなかろうかという勝手なですね、憶測と解釈をもんで持ってですね、このまま進んでまいりたいというふうに思います。ということで、ここはですね、つらら洞窟と呼ばれるものですね。はい。つらら洞窟ってなんかどっかで聞いたことがあるかなというふうな方もいらっしゃるんですけど、まあ、いろんなですね、いろんなゲームでつらら洞窟ってね、もう、非常に安直でですね、氷柱って書いてつららと読むんですけれども、氷柱洞窟のね、名前はね、ポケモンにはなかったかな。確かね、バンジョーとカズーイの大冒険にもね、あったりとかしますね。で、うんこ出せろってことなんですけど、なぜ私が今まさにうんこがしたくたまらないということを気づいているんでしょうか。はい。もう私、ああ、やばいです、そんなことは歓迎しなくてよろしいでございます。ブー。いやー、大歓迎の雨嵐。うわー、生きてらっしゃる。タイムカードしときますね。はい。あまりの発狂ぶりにもう私、びっくりでございます。あれ、あー、弾がたまに当たって、燃えて、死んぜよう。燃えているのに生きているんだ、友達なんだ。人と会うときはね、初対面だったら、まずは帽子を脱ぐことが礼儀だっちゅう。何回言わせたらわかるんだ。
はい、でこちらもですね、先ほどあの皆さんと一緒にやったんですね、あの黄色いね、波平さんがプラ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 してるという謎解きがあったかと思うんですけれども、あそこのですね、謎解きがですね、再び現れてくるというところでございますので、皆さんと共にですね、どんな風に謎を解いていったらいいのかということで、ね、一緒にやっていきたいなというふうに思います。はい。ジュワー、ジュンジュワー。はい。で、上でなんだからね、もうすでに酒盛りが始まっているというところなんでございますけれども、ちょっと私も混ぜに行ってもらいましょうかね。はい、ということで、これ弓矢がね、お尻に刺さっているというような図でございますね。どっちかというとなんか、ポンポンっていう感じがするかもしれませんが、はい。そういうのがまあ一つありますと。はい、で、わー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 、うーん。うわー、りゃー、やばい。あー、拳の方が早かった。ナイフよりも拳の方が早い。覚えておけということをね、身をもって教えていただきましたね。接近戦では斧の方が早いと思われるんですが、あーブチュ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 あれまだいる？あ、痛い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 の痛いの痛いの、ほら裏は、あ、裏、あちゃ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 、もうなんかね、だんだんとね、皆さんね、お気づきか、あーなんで発狂してらっしゃるの、あー落ちましょう、落ちて落ちてください、あ、すごい遠隔で100均が、あー、うちょうちょ、まだ分かってないですよ。そう。で、上向いて、下向いて、はい、すれ違いのカップル、もしくは、69という文字ですね。はい。で、69と、あともう一つがどこかにあるはずの、あ、これでございますね。はい、これは向かい合って、お互い向かい合っているという、非常にもう微笑ましい図でございますね。はい。じゃあ、ここ、一ちゃん、ピタンと降りましょう。で、拾った？拾ったね。はい、OK でございます。で、皆さん、だんだんお気づきかもしれませんが、なんだかだんだんね、観光ツアーじゃなくてね、単なるね、解説じゃないけれども、普通の実況動画っぽくなってきてるっていう気がするんですけれども、そんなね、私のね、ネタが尽きたかっていうふうに思われるかもしれないですけど、ネタ尽きてきたんですよ。はい。なぜかというとね、一個一個やっぱりね、第一パート、第二パートやってみて気づいたんですけれども、あまりにもやりすぎるとね、本当にね、もう、例えばこのチャプター、ものすごく実は長いんですけど、長いパートやってたらね、多分ね、20パートくらいになるんじゃないかっていう、そんな気がやってきたんで、あ、そしてこんなね、無駄なこと喋ったらね、間違ってしまった。はい、まずはですね、お尻に向かって弓矢をチュドンってやっているやつですね。はい、で、その次にですね、はい、向かい合っていないやつですね、向かい合ってないやつで、はい、60、いわゆる69というやつをやっていると。で、それから向かい合ってね、対面、をやっているようなね、やつですね。はい、それを拾うことができると、今度は廃墟者だという首というと、ね、今度はここでね、なんとですね、はい、また、食べ残しのナポリタンのケチャップがドゥルーっと落ちてくるという、そんなワンシーンでございました。で、このまままっすぐね、進んでいこうとしてね、ここでピョンって飛び降りると、飛び降りる前におじさんが登場してきた。あ、燃えてる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 。あ、元気ですね。あ、またあの中のバーガーうにゅうにゅうしてる。中のバーガー食べたくて仕方がないおじさんがね、登場してますね。あれ、あちゃ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 あ、なんだった後ろに、あ、後ろで俺のこと忘れんじゃないよというね、知らないうちに挟み撃ちにされてましたね。で、これも彼もニュ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 するかと思ったらそうでもなかったですね。で、一つちょっと宝物と終わったり忘れておりますんで、皆さんともですね、ちょっと燃えながらね、熱くてバーニングしながら、はい、進んでいこうというふうに思います。ということで、早速ここでピョンと飛び降りましょう。で、宝物がですね、このちょっと進んだ先にね、ここ私来るの3周目でございますが、はい、ここ上の方をチラ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 眺めていると、あそこに金色のものがありますんで、ここをダーンと撃ち落としておきましょう。あ、ダーンと、ダダダダダダダーンと。あ、落ち落とすと、はい、ここで手に入るのは銀のトークン。銀のトークンはなぜか拾うたびに毎回アイコンが出てくるのでおかしいなと思うんですよね。はい。その他の宝物は一回拾ったらパコって言って終わるだけなんでございますけど、ね。はい。で、皆さんですね、こちらで手に入ったところでですね、まだ中野バーガー持ってます？中野バーガーは持っていただいてたらですね、そろそろパテとね、それから、バンズが硬くなり始めてくるからかと思うんですけれども、レンチンすればなんとかね、柔らかくなると思いますね。柔らかくなってね、またジュクジュクになると思いますんで、はい。それを信じてですね、今からね、皆さんと共に中野バーガーを食べるための場所に行こうと思ったら通り過ぎてしまった。あれ、ここどこ？ここどこ？戻ろうぜ、ベイベー。ブー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 。ピピーピピー、バックします。ピピーピピー、I will be back します。で、ここ、ブン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 進んでいくと、その他、こちらの方で取り忘れているアイテム、こちらは残りのちょうど取りに行きますんで、ご安心くださいと。で、鍵のかかった洞窟で、ここら辺取りに行かなきゃならないアイテム等々に関しては、すべて取り切ることができておりますんで、今のところは問題ないと思いますね。はい。じゃあ、ここ戻ってまいりましたんで、パウンと降りていきましょう。はい。で、こっち進んでいくとですね、はい。先ほど取り忘れたアイテムっていうものが、ありますんで、こちらで、なんと、皆さんと共に、中野バーガーをですね、座って、
黙々とですね、はい、食べていくというような感じでございます。でね、中野バーガーを食べるときのしきたりがあるんですけれども、中野バーガーを食べるときのしきたりに関してはですね、恵方巻きの食べ方って皆さんご存知ございますかね。恵方巻きを食べるときっていうのはですね、皆さんが、今年のね、向かなきゃいけない方角、例えば、南南東とかですね、北北西とかっていうのを見ながらですね、食べるときに、食べ終わるまで、喋っちゃいけないっていうものがあるんですけども、はい、中野バーガーに関してはですね、食べ終わるまでにですね、2万文字以上喋らなきゃいけないっていうね、かなり大きな制限があります。黙って食うよりもきついっていうね、食べながら、しかもパンなんで、だんだん口の中が乾いてきてパッサパサになってね、喉が乾いてしまうという、そういうね、恐ろしい時代になるということがありますと。で、もう一方でですね、残念ながらですね、おーっと、ここで、ブラックバスを食べきることができ、どうしよう。じゃあ、これ食うか。食べましょう。美味しかったでございます。はい。で、中野バーガーをですね、食べる際にですね、もう一つ注意点があってですね、飲み物を決して口にしてはいけないというね、恐ろしい制限があるんですね。だからもう口の水分を全て持っていいから状態で、さらに2万文字以上喋らなきゃいけないという恐ろしくも鬼畜な所業というのがありますので、そこら辺皆さんね、ご注意いただけたらというふうに思います。ところで私一つ気になっている点があるんですけれども、あれ確かにここを開けるのにもう一つ A と C、 あれ B はどっかで手に入れたっけ、あれこの小洞窟で手に入れられたっけか、ちょっと覚えていないでございますね。はい。ということなので、とりあえず、登っていきましょう。登っていってですね、あまりにもアイテム欄がパンパンになっていますんで、とりあえずそちらをですね、明け渡すことによって、余裕を強調して、ありがとうございます。うん、やるだろう、ベイベー。うん、そんなに言うんだったら、お尻にチューでもしてくんな。はい。ということで、チューなく、そんな趣味はねえ、ダンス。モーションの鍵はもう使い切ったということだったんで、はい。これで、どんどん打っていきましょう。はい。で、ブラックバスも特にいりませんので、ね、卵等々がいっぱいあるんですよ。卵等々がいっぱいありますんで、まあ、ここら辺はね、まあ、もうちょっとポンポンと打っていってもいいのか知れないでございますね。はい。でライフル絶対いらない。でハンドガンもいらない。先行集団もいらないでございますね。先行集団やるよりもロケットランチャー撃った方が早いという、そういう地区の修行でございますと。で鎖蛇もいらない。ランカバスもいらない。卵、金玉もいらないということで、はい、プーンと打つと、はい。それでも2万4000円。マジでパーフェクトだろ。ありがとうございます。ということで、めちゃくちゃ いただいたんでね、これをとりあえず7発でいきましょう。ピン、ピン、ミニ、パー、ソー、タ、シー。ということで怒られてしまいましたね。はい。バカバカしいというふうに怒られてしまったんですけれども、そんなことは気にしないでね。オープンセサービー。確かですね、六角形のピースを集めるためにもですね、こちらのですね、六角形のピース、つまりワンピースなんですけれども、ワンピースをね、こうやって手に入れたがはいいんですけれども、あと一個足りないんですよね。あと一個足りないので、どこにあるのかなと思ったけどね、どこにあるのかわからんので、ちょっとそれを探しに行ってきましょうか。はい。ということで、探しに行くまでですね、一旦ですね、カット。はい、失礼いたしました。はい、ということで戻ってまいりました。なんとかね、養殖場のね、一つをね、取り忘れていたというね、もうとんでもない失態、大失態を犯してしまいましたのでね、私ですね、なんとか取りに帰ってまいりました。はい。で、取りに帰ってまいったということなんでございますね。で、早速ですが、謎解きをしているんですけれども、私ですね、この謎解きがですね、非常にね、苦手と言いますか、下手くそと言いますか、壊滅的に終わっていると言いますか、はい、そんな感じでございますんでですね、皆さんね、おそらくイライラしながらね、ご覧になることになるんじゃないかなというふうに思いますんで、そういう事態がね、起こってもね、皆さんね、イライラだけはしないようにね、ご注意いただけたらなというふうに思います。はい。ということで、くるくる回していくんですけど、私がハメハメしたいところにですね、行ってくれる。間違えたんでございます。そういうことじゃないです。そういうことじゃないんです。はい。で、これね、一度ね、ドツボにはまってしまうとですね、永遠にね、回ることがくるんとできないということになってしまいますんで、そういう事態になったとしても、皆さん、落ち着いて、慌てない。カムダウン、カムダウンということでございます。はい。で、このですね、真ん中にね、こいつを持ってきたいんですよね。真ん中に持ってくることで、すべては解決するということなんですけれども、とりあえず、こいつをくるっと回して、ほんでですね、上をくるっと回して、んで、もう一個くるっと回して、はい、で、こいつを横くるっと回して、はい、くるっと回して、真ん中に持ってきますと。んで、ここまで来たからどうしたらいいか、どうしたらいいかな、こうやって、くるっと回して、で、こいつをですね、こいつをくるっと回して、こうすると。で、くるっと回して、くるっと回して、こんな素晴らしく早くできると思ってなかったですね。はい。最短ルートをですね、今までにね、調べてないことままやったので、不義の真相。これがですね、結構ね、一体単体で安かったりするんですよね。いや、安かじゃない、高いんですよね。はい。ということなのでね、わからないときは今のね、私のね、謎の手順をね、皆さん従ってやっていただくか、恐ろしく簡単な攻略動画を見ていただく方がはるかに早いというふうに思われます。ということでございます。ということでですね、次回ですね、このパティを、中野バーガーを皆さんでパクパクするにあたってですね、パティの作り方を教えてあげるよという親切なコックさんと出会うことができるという、そういうですね、触れ合いコーナーがありますんで、そちら、でですね、皆さんと共に触れ合ってから入っていきたいというふうに思いますので、またそちらを見てから、そして教会で中のバーガー皆さんと共に一緒にお食べしましょう。ということで本日の動画は以上でございます。今回も観光ツアーをお付き合いくださいましてどうもありがとうございました。雨も滴るいい男。ということでチャンネル登録ボタン、グッドボタンもよろしく。ではまた次回お会いしましょう。バイチャ。